野崎チャンネルプロスペース、はい、ということでプロスペースね、前回動画で出ましたけども、あの夏の、プロスペースセレクション夏のヒーロー、スカウトというところでね、なんとしても藤川球児か、筒子欲しいと、いうところでですね、なんとですね、松坂そしてマー君ね、甲子園優勝投手、あと石原っていうね、その3枚ね、あのプレゼントガチャと、まあ、30連だけね、限界突破コーチあったから30連だけ、30連だから30連だけやった中で、まあ、3つね当てて、まあ、そこでもうありがとうございましたと言って終わったんだけども、よくよく考えたらよ、ミキサーあったじゃんとね、ミキサーなんとセレクション選手5体で好きな選手取れるわけじゃん。で俺もう3つ2枚引きしたから3つあるわけじゃん。で90連で3人絶対当たるわけじゃん。であと俺60、あと60連あるわけ、3、今3、あと2個 100% 当たるんだよ。90もらえんじゃんと、9回までいったら。本当はやらないつもりだったけども、これ9回までいったら90もらえんだ、こんなビッグチャンスないぞと。で俺90の A ランク4つ持ってるから、で今回限界突破コーチ1つあるから極みにできるわけよ。よっしゃ、その方法あったわと。松坂、マー君、あの石原でがっかりしてたけど、ビッグチャンスっていう、これがね、下克上チャンスもらえんじゃんと。でここで今回ね、あとだから30連やりますね、じゃあ60連だ、残り60連やりますと、だから90連までやりますと。でその中で球児と筒子を引けるかっていうね。でこれ最高がこの60連の中で球児も引いてね、だから要は3枚取る、球児も引いてあと S ランク2体取れれば、はい、球児と筒子のダブルチャンスね。筒子を引いてあと2枚確定もらえれば球児取って、これ筒子と球児のダブルチャンスあるっていうことに気づいてやりますっていうね、ところでガチャね、スタートしていきましょう。あと60連だから、だからどっか2枚引きしなきゃいけない ね。でそしてどっかで球児と筒子を引けたら、もしくはこのあと60連で奇跡の球児と筒子を両方1枚で引いたら、もうそれはもうあの すいませんけど石原さんはね、石原さんはもう補欠です、キャッチャーいらないんで、佐々木がいるんでね、その代わり、松坂とマー君をしっかり育ててですね、やっていこうというところでね、さあどうなるのかね、最低でも球児はねミキサーで取れるっていうところもあるんで、あと60連目やっていきましょうね。さあということでね、はい、録画オン、 OK。 さあいきなりね来たらいいけどね、いきなり来てほしいよね。球児か筒子、さあ胴上げしてからの、まあまあね、まあ、1回目はそんなねいい感じで富永が応用してませんよっていうね、まあ、清水柳ね、大野と中日ばっかりっていうね、赤星ね、山岡、サイスニードね、ハーリー、伊藤からの柳、そしてまあまあ大島ね、2000本頑張っていこうっていうね、ところで、まあまあこれはいいでしょう、ね、さあそろそろ、さあ50連目カモン。まだここら辺の色合いがよくわかんないんだよね。いやー、これはあれですか、これもちょっと期待薄かな、カモンなしね。吉田晃生どこ行った、堀どこ行った、加山どこ行った、牧頑張ってる、溝脇最後から打ち、木澤頑張っていこう、高部何してる、大関頑張れからのブリンソンしっかり走れ、そして宮城ナイス完封、はい、っていうね、何気これが喜ばれてんだもんね、一口コメントね。さあこれもう一人ずつ確定よ、60連目確定、これがレインボーだね、これがレインボー、よしくん、さあここで2倍引き来てくれね。最後これピッチャーまでも俺なかなかいかないんだよな、とこれ最後レインボーもなかなかいかないんだよね。さあカメラマン、キャメラマン来てくれ、1枚なのかどうなんや、エスコバー、紅林、マルティネスからの高橋周平、中日多いな、藤井、小原、
大勢、今村、いやー一人か、カモン、球児筒子、カモン、桑田真澄。俺甲子園優勝投手もう3回ってたね、小松さん松坂、まあいいでしょう、次行こう。まあこれはもうね、球児か筒子じゃなかったらもう全員ミキサー行きだから、どんなピッチャー来ても。もう一枚来てほしい。いやなんか渋いな、ちょっとどうなんや、わっしょいって言ってるよ。これわっしょいって空まで飛んでいったらいいのかな。川端慎吾、お浅村、ええ声だ結構。さあどうなの、おお上林、おおわあ滝中、ええ祭り、おおええ5枚来たで、初めてじゃん俺。さあ次が80連目、あと2回そろそろ来てくれ。いやーダメか、来てくれー、いやーダメか、いやーこうへんなー、カモン、いやー森か、鈴木翔平、木下、高城と、ペイトン、若月、高尾、いつか、いやー、来ない、石川、いやー、無理か、いやー、無理だ、統合、さあ、最後、90連、頼む、2枚引きでどっちが筒子か、マー君、カモン、いや、なんか普通なんだけど、いやこれ1枚引きの可能性ある、もう一回、いやーこれどうなの、1枚引きの可能性ある、いやほらけえへんやん、レインボーみたいなやつ、1枚引きの可能性ある、カメラマン来てくれ、いやこれどうなんや、2枚引きとかないよな、1枚やろな、山口福、サウスポー、大瀬良上、山崎よりうま、おっおー、アルモンテどこ行ったの、いやピッチャーばっかり、おお腹打ち、いやー1枚もう誰でもいいじゃん、いや松坂、また大好き大好き、もうまあでもこれでね、まあ最低限のね5枚は集まったからね、セレクトミキサーね、さあやっていきましょう、これねもう5枚集まったから、松坂、小松さん、石原、マー君、松坂ね、これ全員投入してね、藤川球児を取るとね、いうところで、まあ、最低限のね、仕事はできたんでね、これも仕方ないね、あこれきっちりね当たんだと思って、もうちょっと1チームみたいなもんだと思って、最後ねパッカーン来てね、はい9チームね、ところで、まあ、最低限9位取れたんでね、これは OK とずっと欲しかったんでね。さあね、皆さんどうでしたか、夏のヒーローセレクションね、次ね何が起こるか分かりませんけども、こういうやり方でね欲しい選手も取れるんで、皆さんねぜひ真似してもいいですよ、え、あ、知ってましたか、はい、ね、気づきました、その時ということでね、次は藤川球児をしっかり育てて、もう速攻ね、もう経験値使って速攻もう極めにするからね、試合の映像をまた作りたいと思うんで、またお楽しみ、ということでプロスペースでした。